ヘンリー・ミドルトンはアメリカ・サウスカロライナ出身の政治家である。ミドルトンは1774年の第1次大陸会議で第2大議長を務めた。その任期は1774年10月22日から第2次大陸会議の始まった1775年5月10日の前日までとなっているが、実際に議長席に座ったのは 第一次大陸会議の会期が終わった1七7四年十月二十六日までの五日間であり、大陸会議とそれに続く連合会議の延べ十七人の議長の中では最も短期間となった。ミドルトンの前任者、すなわち初代大陸会議議長はペートン・ランドルフであり、第一次大陸会議が残り数日であるにもかかわらず、バージニアの議会に戻らなければならなくなったために、 ミドルトンが後を継いだ。ミドルトンが議長に選ばれたのは大陸会議に代表を送った植民地の中でサウスカロライナが保守的と見られていたこととミドルトン自身が応答派と見られていたことによっている。ミドルトンが議長に就任する2日前の10月20日にアメリカの植民地が共同してことにあたる連帯の決議が採択されたが大陸会議はまだ イギリスとの和解の道を探っており、そのためには急進派を抑えて穏健な考え方を示すミドルトンが押されたと考えられる。ミドルトンの短期間の任期の間に、イギリス国王に対する請願書が採択され、送られたことからも、当時の大陸会議で支配的であったやや保守的な考え方が伺える。この請願書に署名した者の,の筆頭は議長である、ミドルトンであった。 しかし、イギリス政府が取ったこの請願書に対する対応は、当時マサチューセッツの改元司令官であったトマス・ゲージに指示書を送り、反逆者としてトライ裁判にかけるべきもののリストを伝えた。そのリストには、マサチューセッツのサミュエル・アダムズや、ジョン・ハン・コックら急進派とともに、応答派であるミドルトンの名前も含まれていた。ミドルトンは1717 17年に、 サウスカロライナのチャールストンに近いオークスで生まれた。父親はサウスカロライナの知事代行を務めたアーサー・ミドルトンであった。ミドルトン家はバークレー、コールトン、グランビルの三軍に農園を持つ大土地所有者であった。イギリスで法律を学んだ後、サウスカロライナで治安判事となった。その後、植民地議会議員、その議長を務めた。 この間の1743年、植民地民兵の騎兵大使館を務め、1755年にはインディアン問題の理事も歴任した。1755年から1770年までは植民地委員会の委員となった。1774年に大陸会議に送るサウスカロライナ代表に選ばれその代表団のリーダーとなった。1775年にも、 大陸会議代表となったが、戦争準備のために辞任し、息子のアーサー・ミドルトンに引き継いだ。息子のアーサーは、アメリカ独立宣言と連合規約の署名者となり、アメリカ合衆国建国の父に名を連ねることになったが、ミドルトンはそのどれにも含まれていない。ミドルトンは、サウスカロライナに戻り、1775年と1776年は、 サウスカロライナ植民地議会の議員を務め、新しい政府を作る委員会の一員となった。1776年から1778年は移行期の政府で政務委員会の一員となり、続いて1780年まではサウスカロライナ州上院議員を務めたが、このまま王党派的な言動があったという。ミドルトンは百八十四年六月十三日に、 チャールストンで死去し、バークレー・軍戦セント・ジェームズ教区のグース・クリーク教会墓地に葬られた。ヘンリー・ミドルトンの孫、やはり、ヘンリー・ミドルトンは、サウスカロライナ州知事と、アメリカ合衆国会議員、及び中ロシア大使を務めた。ヘンリー・ミドルトンの子供は男5人と女7人であった。娘の中には、カキのように著名人と結婚した者がいた。ありがとうございます。